はい、ケバブイです。時間がないんですけど、まあ、急遽、新潟の11レースルミエールオータム D ってよう分からへんけど、なんか分からへんけど、まあ、先着なんですけど、これをねちょっと僕急遽買おうかなと思ったんですけど、これめちゃくちゃ絞りやすかったんで、もうさっと行こうかなと思ってます。まずライオンボス、これがいいですよ。ライオンボス言うてもアイビス様ダッシュ、買ってますんでね、やっぱ声援に関してはこの馬はかなり強いかなと思ってます。そしてもう一頭がレジーナホルテ、やっぱ今までやってきた相手も違いますし、まあ戦歴も十分ありますんで、まあここは5番人気なら美味しいかなと思ってます。そして、ずっと勝てていない、ライオンボスに負けてるカパザッチ、これもね硬いですよね。1000、1002、1004結構強いんで、特に直線ならもっとありかなと思っております。なんでこの3頭で行こうかなと思っております。クールティアラもねちょっと考えたんですが、まあダートを走ってて、まあこの間のね新潟戦で勝ってるんですけど、ちょっと牝馬で3歳でまだ実力不足というか、まだ今からかなと思ってるんで、今回が試金石になると思うんでね、ちょっとクールティアラはちょっと、今回外そうかなと思ってます。なんで、ライオンボスでレジーナホルテで活発ハッチのこの3頭でぶち勝負します。はい、ぶちぶちにぶち開けますんでね、はい、まあ先着大好きなレースなんで、はい、ここを当てていこうと思ってますんで、チャンネル登録コメント高評価もしよかったらお願いします。ではまた、ブイブイブイ。